なんと、ホスジマくんから、ゆうごとラッシュル TV に、変わったということで、各チームで、今後 YouTube 更新していくということになりました。ホストラチームの、一発目ということで、従業員紹介いってみたいと思います。まあただね、自己紹介してもね、つまらないと思うので、やっぱ僕らホストなんで、ホストっぽい宅飲みゲームをやってね、その成績に応じて各キャストの自己 PR タイムをね、順位をつけて、自己紹介してもらおうかなと思いますので、そんな感じでやっていきたいと思います。じゃあゲーム紹介していきます。ガン、一発目ピンポンマンゲーム、2個目山手線、お題はゆうごとラッシュル本店の従業員名かっこプレイヤーのみ。そして3つ目が同じく山手線、エロそうな言葉、かっこ下ネタ禁止。そして4つ目が、ドスコイというゲームで、ドスコイに関しては1位から4位の順位をつけて、その順位に応じた時間の PR をしてもらいたいと思います。どのゲームで負けたり勝ったりしたら何秒かっていうのは決めます。はい、じゃあそれじゃあ各ゲームの、PR タイムの割り振りが済んだので、まずは視聴者の皆様には先に公開したいと思います。でん、はい、ということで早速僕のチームメンツに登場してもらいましょう。レッツゴー。はい、それではこちらがオーストラリアチームでーす。1つ目のゲーム行ってみたいと思います。まず1つ目はピンポンパンゲーム。ではピンポンパンゲームのルールをあかねくんから説明お願いします。はい、ピンポンマンゲーム行ってみたいと思います。よいしょー。そんなアカネから始まるピンポンパンゲーム、右拳回り。よいしょー、いきます。ピンポンパン、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 ピンポン。あれ、グイ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 よしグイ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 よしグイ。はい、第1回戦が終わったということでね、まああのなんと我らがサブリーダーの亀梨ハルバー、もうめちゃめちゃ早い、もう出番終わっちゃって、ビがなくなった、ガヤ映る価値なしですよ、もう映る価値なし、俺は出番終わっちゃった、喋るっすよね、もっと出なかった、これからハルマくんは天の声で喋る、まあ最後ね、PR タイムはあるんで、まあハルマファンの人はがっかりしないで、俺はずっとガヤ、カメラの横でガヤ入れときます、そうカメラの横でガヤで、一番撮りだからですよね、ぜひ視聴者の皆様も飲み会とかでやってみてください、このゲーム結構面白いんで、はい、じゃあ第2回戦は山手線ゲーム。ゲームなんですけどね、お題とルール説明の方、碇慎二からお願いします。はい、ありがとうございます。よっ、天の声、天の声出ないんじゃね、天の声が、天の声のタイミングが声引くしか危ないな。山手線ゲームはは、い、そんなルールでやっていきたいと思います。じゃあそんな山手線ゲームの一発目のお題は何ですか。ゆうごとラッシュル本店の従業員プレイヤーのみー。じゃあ一応、じゃあこれは、はい、ここのメンツはもう顔見たら名前わかるんで、そうですね、ここのチームはなしにしましょう。そうですね、行きましょう。チームは絶対なしで、はい、で、プレイヤーのみで、はい、ありがとうございます。それではじゃあ早速山手線ゲーム行ってみたいと思います。じゃあ山手線ゲーム始めまーす。右拳割り、はいはい、はい、
僕のははいはい10ゲームはいはい天馬はいはい白田優志はいはいアトムはいはい天月優里はいはいヤスク様はいはい星野陸はいはい道田俊はいはい三角力也はいはい水瀬優雅はいはい三角蓮はいはい九条アトヤはいはい天月優里はいああ優勝めっちゃ嬉しそうということで、2人目の脱落者、見かけるよイエーイ2回戦で、見かけリオくんが脱落しましたね早かった早すぎめっちゃ早い3週目減ってないし全然もっとね、だってうち在籍100人ぐらいいるのに全部紹介したかったっすわ、まあ、そう初章だよ初章だよ、まだしかも執行部でね、プレイヤーの面倒見てるはずなのに確かにそうそうそう見せしまうで、ね、おかしな話、まあ、本番に弱いタイプなんですかね、見かけりょうくんはベロベロなんだよなんだよ、営業これそんな飲んでないやろベロベロなんだよということで、第3回戦も引き続きいきたいと思います。第3回戦は、ゲームは同じで先ほどと同じ山手線ゲームだけど、お題が少し変わるんですけども、じゃあお題の方、長尾刃くんから紹介お願いします。それでは説明させていただきます。まあルールはさっき山手線やったんで一緒なんですけど、お題が変わって、お題がエロそうな言葉。なんでそんなって言いながら言うのもっと勢いよく言ってよ。エロそうな言葉ね。エロそうな言葉ね。どこの方がここから始まってるエロそうな言葉なんで下ネタは禁止です。エロそうでエロくなかったですね。なんで、じゃあこれの審査員を、じゃあ脱落者のカメラシャルマ君とやってもらいたいと思います。それでは早速第3のゲーム山手線、お題はエロそうな言葉、レッツゴー。山手線ゲーム、エロそうな言葉、下ネタ禁止、右こぼし回りで、はいはい、窓拭き、はいはい、万華鏡、はいはい、満車、はいはい、マチュピチュ、はいはい、Tポイントカード、はいはい、アンパン、はいはい、チンゲンサイ、はいはい、バラのサイズ、はいはい、パンパン、はいはい、アナコンダ、はいはい、コンマ、はいはい、断蜜、はいはい、なめろう、はいはい、はい、断蜜でかん、はいはい、まんじゅう、はいはい、うわぁさあさぁにぇーエルデンうわぁ狙いはあかー見してよ、いただきます。グイ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 なんと次が最後のゲームでございます。最終決戦でございます。イエイ、4人残ってます。4人残ってるんで、今回のゲームは早く抜けた人から勝っていくっていう、まあ、勝者は1人だけですね。1抜けのみが勝てます。残りの3名はテキラ飲むことになるので、あー負けたくない。ぜひ1抜けを目指してください。勝ちたい、勝ちたい、ここまで来たら勝ちたい、ね、ない4つ目のゲームはドスコーどうすこいって言われてもね、視聴者の皆様はどういうものかわからないと思うので、夏木純くんの方から、ルール説明の方お願いします。はい、簡単に説明するとですね、ドスコイは今、例えば4人いるんですけど、この親になる、例えば俺がドスコイ、なんでもいいです、あ、ゆえおでも書き空けこでもなんでもいいんですけど、50音の何か一文字をね、何か一文字を言って、例えばドスコイ、いって言って、まあ、1人、指2本だったら 2つあげれるんですけど、これがもし仮に4人で8本だった場合、あげられる。今なんて言ったっけ、8本かのつく8じゃあ、かって言って、かのつく8文字を先に言った人がドスコイって言って抜けるゲームでございます。かから始まる8文字ね。かから8文字、はい、なるほどね、はい、なるほど。あー、そうか、これ結構簡単そうに見えて難しいんですよ。意外とむずいっすよね。文字数が多いと難しいよね。トリッキーで、これも審議ありなんで、例えばなさそうで、なんかありそうでなさそうな言葉言ったとしても、みんながないじゃんみたいな言ったら、まあそれはないし。なるほど、はい、例えばその辺は、例えば、かの8文字やばすぎる。しゃべるよ、これめっちゃ考えちゃうよ、これ8結構ね、むずいかな。むずいっすね。むずい。
ギリ足んない7とか出るカオマメバロックとかカブトムシパンチシンギね、これシンギですね、ちょっとなるのかなって感じです。シンギだわ。造語はなしということで。造語はなし、そんなに本ないわ。じゃあ今回僕は指の本数要因と最初の一文字目決める要因します。そうですね、これはもう不正がないように、はい、いきたいと思います。よいしょ、いきまーす。よいしょ、そんなモスクラチームのドスコイゲーイ、せーの、ドスコイヒー。火の六、火の六文字、火の六文字、火の六文字。みんな真剣に考えてますね。あ、俺一個。姫路城どすこい。おお。おお。すごい。わあ、嬉しい。テキーラ回避は碇シンジです。すいません。やった。なんと一抜けはマジでだ。マジでだるいわ。敵に最後まで画面に映れる男でございます。最高だわ。さあ、そこからあとね、ここまで来て3人消えていくんですけども、どういう順番で消えるのか、いきます。よし、よっしゃ、さすがに負けんわ。行くか。行きましょう。せーの、どすこいか、かけどすこい。よいしょ。どっちだって、カメ、カメいった、カメ、カキ、カキ。視聴者の皆さん、どっちが先ですか。もう任したいの、一生どっちが先ですか。どすこいか、カキどすこい。やばいな、やばいな、アカメ脱落です。わー、負けた。テキーラを、テキーラですね、これ。テキーラ、行きましょう。うわ、負けた。明るさにテキーラを持ってきます。やだ、この色見るだけで気持ち悪い。ありがとうございます。マジできつい。マジできついよ。じゃあちょっとね、いただきます。負けたんで。はい、ゲイ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 、よし、ゲイ。やばい。あ、いきます。それではドスコイ3回戦ラスト、碇シンジには指要因で入ってもらいます。よいしょ、よいしょ。いきます。せーの、ドスコイルーン。ルメールドスコイ。ルメール、ルメール、ルメールじゃない。ルメールダメなんすか。ダメじゃない。ルメールって何。ルメールは機種、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 機種はやばいんじゃない。もうちょっとなんか真偽がね、ルメールが何なんすか。ルメールが、ね、ルメールに負けるの嫌だな。ルメール、ユグドラシル本当に有名っすからね。ルメール、ルメール、知らないのよ。でもガヤは納得しないから、じゃあもう一回でいいですか。テク2ね、これ使ってくださいよ。僕のルメール結構早かったからね。いきましょう。第3回戦ドスコイホ、本店ドスコイ。おー、これはすごい、いい、めっちゃいい。まあ、なんかルメールからだって、ルメール悔しいな。ただ、ジュンさんもね、3抜けなんで、あの敵の方が頑張りますか。ただそうですよ、勝っても敵なんだ。そう、ではでは、いただきます。乾杯。よいしょ。おい、おい、うぜー。マジで、はい、ここで夏木純新八脱落。はい、ということでね、全ゲームが終了したということで、お待ちかねの PR タイムの発表といきまーす。よいしょ。はい、視聴者の皆様にはね、冒頭で、見せたと思うんですけども、まあ、どのゲームで脱落したか、どのゲームに勝ったかで各秒数が割り振られてるので、秒数が多い順に登場してもらって、各それぞれの PR してもらいたいと思います。ということで、まずは栄えある一番秒数が多い20秒、ドルル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 。頑張ってください。一番秒数多いんで、もう視聴者に思いの丈を伝えて、はい、全国の皆様にリオ君を PR してください。いいですか。では行きましょう。 OK です。それではピカゲリオの PR20 秒いってみよう。好きな食べ物アーリオオーリオ。どうもリオと申します。よろしくお願いします。世界で一番かっこいい男になりたくてホストクラブに入って整形を繰り返してるんですけど、まだまだやり足りない、やり足りてない整形があるんで、力を貸してくれたらとても嬉しいです。毎日 TikTok ライブも11時からやってるんで、ぜひぜひチェックしに来てください。では続いて、10秒の PR2 名いきます。まず
人目はドスコイ一抜け碇シンジ10秒嬉しい。それでは碇シンジの10秒 PR いってみよう。どうもー、碇シンジでーす。ゆくのらしる本店のマスコットといえばこの僕、碇シンジ。チンコの長さフォークビーツ、ハゲの広さは、はい。それでは3人目の、PR10 秒です。10秒10秒の PR 選ばれたのはドスコイ3抜け新八。はい、それでは新八執行部補佐の PR10 秒いってみよう。どうも、伊織新也改め新八になりました。僕と一緒に新八食堂初めて行ってくれる人を募集してるんで、一緒にユグドラシの滝止めちゃいましょう。はい、じゃあ続いて4人目の PR、 なんとここからは3人連続5秒 PR でございます。4人目の PR はピンポンパン1負け亀梨春馬鴨さん。5秒の PR です。5秒。どうもどうも、最初ぶりです。よろしくお願いします、はい、やっと久々出てこれましたね。やっとカメラの前に、はい、ね、ずっとガヤ芸人してたんでね、うん、はい、ということででは5秒か。5秒です。はい、亀梨春馬鴨さんの5秒 PR いってみよう。はい、5秒いただきました、音速の貴公子こと亀梨春馬っていいます。はい、はい、ではでは続いて5人目の PR5 秒ドスコイに抜け夏希ジュン。はい、それでは夏希ジュンの5秒 PR いってみよう。こんにちは、最近なんですが、ついに手を出しました。はい、それでは6人目の PR5 秒です。ドスコイ4抜けアカネよし、5秒ですね。それではアカネの5秒 PR いってみよう。君の心の鍵、開かねえんじゃねえのみたいな感じでね、ゆくとらしの本店でね、開か…はい、それでは残すとこあと1人いきます。なんと、ラストの1人は PR タイム1秒、山手線エロそうな言葉歯医者長尾ヤイバー。1秒ですよ、1秒ですね。1秒で決めちゃってください。1秒で決めちゃいますよ。あの、真のイケメンは1秒で決めれるんで、はい、余裕っすよ。バチッと動画の前のファンに言っちゃってください。オッケーっす。それでは、長尾刃の1秒 PR いってみよう。はい、ジャニーズです。はい、ということで、星空光るチーム、チームメンバー PR 終了したということで、皆さんはどうでしたでしょうか。ぜひね、僕のチーム、愉快な仲間たちが揃ってるんで、顔よし、喋りよし、飲みよしのね、ほんともう3拍子揃ってるね、素敵なホストたちがいるんでね、ぜひ画面の前のあなたも、初回指名どしどし来てください。そしてね、ゆくどらしる本店に来た際は僕らのことね、呼んでもらえたらなと思います。そしてまたね、今回は自己 PR だったんですけど、次からは僕たちの、星空光るチームで、企画動画をどんどん撮っていきたいと思いますので、皆様楽しみにしててください。それでは皆様ありがとう、またねー。またねー。疲れた、今日も繰り返す退屈な日々。そんなあなたにおはよう。冬なら今日もイケメンが毎日あなたを癒します。今日も一日よく頑張ったね。イケメンライブ配信アプリならトゥーユー。